飯塚優は、日本のプロレスラー。2016年7月21日、プロレスリングヒートアップ、新宿フェイス大会の対、渡辺博志戦でデビュー。2017年3月25日、佐藤光るプロデュース工業、コンディショングリーンメインイベントの6人タッグ戦に、抜擢。一番キャリアの浅い飯塚だったが、フルタイムさらには延長戦を戦い抜き引き分けに終わる。 同日行われたニコプロプレゼンツハードヒットワンガンムーンライズのダークマッチに初登場。シアタープロレス課長風月の服部健太と引き分ける。4月29日から2017年5月6日にかけて開演体土女主催の K メタルリーグ2017に参戦。1勝3敗に得点で4位に終わる。2018年3月17日ニコプロプレゼンツ ハードヒット、レガースを履いた侍にて、グラビカの小池秀信を相手に、本戦デビューを飾る。試合は3分37秒三角締めによる一本、負け。7月7日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、ファイト読んだフューチャーにて、本戦セミファイナルに抜擢。同工業のプロデューサーを務める佐藤光と、シングルマッチを行う。手のひら底が人中に直撃し、 花から出血しながらも、カニバサミからのアキレス剣固めで、ファーストエスケープを奪うが、5分37秒逆、片蛇固めにて破れる。10月28日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、君の寝技に恋してる、第1試合にて、タッグマッチという形で再び、ハットリケンタと、相対する。4分41秒をロシアンリバースプラッタで、念願の本戦初勝利を飾る。 2019年5月3日、大日本プロレス、ニュースクール・オブ・フランク・横浜のメインイベントにて、野村拓也との一気打ちを果たす。野村のスリーパーホールドにより敗れる。この試合を、飯塚は、レガースが泣いたと表現した。9月21日、ニコプロプレゼンツ、ハードヒット、東京組技更新曲にて行われた、第5回ザ・ネクスト・コンテンダーズ・トーナメントにエントリー。 一回戦は、軽度場の花見達也、二回戦は、当真の大村智也を破り、決勝に駒を進めた。対抗馬として決勝に残ったのは、アニマル浜口事務時代から付き合いのある同門の、後輩、井戸哲也であった。決勝戦のゴングが鳴った、直後の井戸のタックルに、カウンターのフロントチョークを合わせ、わずか42秒の秒殺劇で優勝を飾った。 これにちなんで翌日行われた同場マッチのメインイベントにて、佐山俊介を破り、マイクパフォーマンスでは、同年11月に行われるヒートアップのリング戦、灼熱王の秒殺優勝宣言をした。2019年9月22日、正宗自主工業、紫髭毒眼にて、同工業プロデューサーの正宗から指名を受け対戦。シングルマッチの結果16分16秒続4の、 あざがためで破れる。第5回ザネクストコンテンダーズトーナメント優勝の特典として憧れの団体であったもと、リングスジャパンの長い三つ戦を希望。12月30日大会で実現するも2分36秒で完敗した。2020年12月24日、年内にてヒートアップとの契約終了を団体が発表。ヒートアップの YouTube ライブ配信にて、 2021年からのグリートへの移籍を発表した。経緯は、モトリングス長井光也と試合をした渡辺相場をツイッター上で挑発したことが起因し、実際に参戦契約の話が進められる。交渉の中で、スポット参戦契約ではなく入団契約を選択した。2021年5月2日、グリート所属としてハードヒットに参戦。古巣の同僚であった。 井戸哲也と対戦し、クロスヒールホールドで勝利した。2021年9月23日、格闘技、イベント着力13にて、グレーシーバッハ姫路所属の安楽踊りごと、MMA ルールで対戦。1R 終盤に、パウンドにて、TKO 勝利。ありがとうございます。